これはだからそういう単館系の映画、特に日本映画がお好きでご覧になってる人、これ見逃すともったいない映画じゃないかと思いました。その愛席を感じさせるような、そういう映画なんだよーって引きずってきて、違いましたっていう。シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。こんにちは。本日は、金田ウルフ監督のニワトリフェニックスについて語ってまいりたいと思います。いかがでしたか？面白かったですね。僕は結構気に入りました。なるほど。なんか監督が自分がやりたいことをのびのびと好きに作られた感じが、僕これ以降はね、ちょっとネタバレ。あ、わかりました。じゃあ早速で喋んないと、早速ネタバレありで喋っていきましょうか。はい。佐藤さんはどうお感じになられましたか？なんとなくはちゃめちゃな感じのね、ロードムービーなんだけど、でもまあ井浦さんと成田君がやっぱり前から変な世界も受け入れられるっていうか、で結局どうなるのかなと思ってずっとやっぱり見ちゃいましたね、最後までね。これはね、相当監督の世界観がね、初手から。なるほど、全部観客を引きずり回すためだけに作ってる映画なんですよ。これがね結構巧み。なるほど。でああやって今ね言ったそのちょっとほら理解しがたい事件に遭うじゃない。あれはまあ目くらましだよね。でこれほら観客にはあこの2人死ぬんだなって思わせたいわけよ。だからその死ぬ前にさいろいろこう旅を楽しんでね、でだんだん分かってくる並列で描かれてる娘の結婚式の娘がね、実はそれは井浦新演じる雨谷聡太の娘だってことがだんだん分かるじゃない。ああお父さん死んじゃうんだな、まあ、途中薬飲んでるしがんだって言ってますからね。しかもなんかあんなもう最後に挨拶までしちゃって、だから「お父さんここにいます!」ってすごいみたいな。あそこが最高に面白かったね。いやだからもうね観客の人たちになんかそういうこうね人生の愛席を感じさせる、そのちょっと道を踏み外しちゃった男とね、その道を踏み外した男に付き合う男がその最後のね旅に出て、そしてその人生のそのどん詰まりに来たそのなんだっけ成田凌君演じる星野がね、もう自分はもうまあ死なない。まあでもね、まあ相当ボコボコにやられるだろうけど、ヤクザにと捕まってね覚悟して戻ってきて、東京に戻ってきて連絡をするじゃない。もうみんな観客はそういう映画なんだなと思って見てるわけよ。でその相席のためにわけのわかんないね居酒屋とかさ、リリコさん演じてる SM 女王とかね。リリコさんすごかったね。すごかったね。あれおかしいんだもん。しかも俺パンフレット買うまで気づかなくて見てなかったから。あれ紛争されたら分かんないもんね。分かんなかったです。だからそうやってそのねふざけてるように見せながら人生のその愛席を感じさせるような、そういう映画なんだよって引きずってきて違いましたっていう、もう実にもうみたいな明快な企みで世界観を作って。もう完全にだから観客のほとんど目はさリリコさんとか居酒屋のわけのわかんないさ変なね変なオカマバーみたいなのに引きずられてきたの。ラッパーね、ラッパーね、アッパラパーのラッパー。あれがまたねあれって言って「あれそれもったお父さんじゃん、お前バカか」みたいな。うまいよ。だから実にこう世界観的にちょっと衝撃場的な企みで映画の世界観を見事に作っていて、もう明らかに映画の地平を最初からこういうふうな地平を作るって決めて、その設計図通りに観客を目くらましして、それで中盤になってくるとなんとなく人生の相席を感じ、こういう映画見てる最中俺いろんな昔の記憶がそのとのようにやっぱりよみがえってくるんですよ。多分ほとんどの観客は自分の今までの越し方を考えたと思うんですよね。でそうやってなんかすごいいい映画風に見せといて落とすじゃん。しかも最後甲浦健吾まで出してきてさ。甲浦健吾出てましたねしかもでいちいち出てくるさ、だから映画監修は出てくるんじゃない、映画監修がお父さん撮った映画だっつって奥田瑛二さんが演じるお父さんが出てくるじゃない。でもあれは井浦新の雨宮草太のお父さんでもあるわけよ。もう非常にあの辺の作り方が巧みだよね。ものすごいふざけてんだけど、そのなんか実は心情はこうなんだよって送り手が言ってるその心情を観客がちょっと受け取っちゃうわけよ。心情でもないのに。この辺のだからつかませ方がずるいんだよね。だからこのミスリードがもう前半から見事に設計図を引いて、あちゃらかなね、そういうちょっといっちゃってるようなシチュエーションを混ぜながら観客を目くらまししながらミスリードしてって、観客が絶対こういう映画なんだなと思ってるのをはしご外すっていう。まあ実に見事な映画だったと思うんですよ。だからまあ映画もいろいろあって、こういうその送り手の企みをしかもちゃんと感動させてくれるっていうか、映画のこう喜びをね見ている、それしかも自分のバックグラウンドもすごく突っ込まれながらね、なかなかこれはそのいわゆるこういう単館系の映画としてね非常によく企まれて世界観のある見事な映画だと思いましたね。これはだからそういう単館系の映画、特に日本映画がお好きでご覧になってる人、これ見逃すともったいない映画じゃないかと思いました。まあ描かれてる世界とか、タイトルとかね、あと衣装とか、公開規模とかが全部うまくはまってるってことですね。そうなのよ。だから「ニワトリフェニックス」っていうタイトルもさ、ふざけたタイトルだと思うじゃん。そうですね。映画見るとさ感動するんだよ。この要するに飛べないニワトリと、その絶対にいないだろう幻想の彼方にいるフェニックスっていう主張っていうね、このなんか二元論的な、これもだからインチキなんだよね。要するに送り手が見せようとしている企みの一つなのよ、このニワトリフェニックス。それがちゃんとタイトルにあって、しかも映画が始まるとその主張を探しに行こうぜなんてふざけてるとしか思えないようなさ、それでロードムービーに行くわけじゃない。で実際いるしね、燃やすし、夢の中でだけどもうやりたい放題だよね。で最後たまたまその夕日のね雲がやっぱフェニックスにちょっと見えるんだよね。あそこはあれだろうね、偶然だって。本当に、あれがだから偶然ですごいびっくりしましたみたいなことを監督も語ってらっしゃる。しかも結構合成じゃないんだ、だからすごいね、長回しでさ、新君がさ最後にさ言うじゃない、もう絶対あれほとんどの観客が持ってかれる。僕もだからそう思いましたしね。なのに「お父さんは今日も隣にいます」って「おいおいおい」みたいな。あれが最高ですよね。いや娘を演じてて、今回主題歌をね歌ってるサラ・マリーさんもその前半からかけてうちの中にねぬいぐるみ取りに行くわざとらしい演出から、わけのわかんない運転手から、わけのわかんないナビゲーターナビからさ、もう結構世界観作りまくってるよね。そうですね。相当だから設計して映画の地平を考えて、送り手がちゃんと俯瞰して一つのその映画の世界観を見て作った映画だと思うんだよね。これでもその人によってはね、そういうふざけた世界観に、ああしまったこんな映画俺ダメだわっていう人もいらっしゃるとは思うんですけど、こういうさその単館系のこういう映画って絶対賛否分かれるんだよ。そうですよね。ただ「ニワトリフェニックス」っていうタイトルがあるから、ちょっともうふざけてるじゃないですか、若干、ふざけてるように見えると見えるだから、警戒感があるわけですよ。見る側もね、警戒感だからすごい真面目なロードムービーで泣かせに来るような作品とは思わないじゃないですか。思ってないね。でしょ。だから大怪獣の後始末とやっぱちょっと違うなと思うんですよね。ちょっと待って、よくわかんない。でも大怪獣の後始末の期待感はずれちゃうと炎上するんだけど、これはずれることも想定して、ミスリードを想定して客が結構来てくれるから、見た後になんじゃこれやってるの多分ならないんだろうな。ならないと思うね。しかもちゃんと感動させてくれるから。だからそこのね、まあプロデューサーも含めて配給会社さんも含めて一応こう皆さんマーケティングで考えてお届けすると期待を裏切らないで、いやこれ見た人は多分ね、それなりにその映画の本数見て修練されてる人はそんなにそうですよね、期待を裏切られない映画だと思うんです。ただ慣れてない人はねちょっとやっぱりついていけないかなっていうのはあるかもしれない。っていうねちょっとはあったかもしれない。ちょっとなんかこれ金返してほしいなって思う人もいるかも分かれるけど、でもまあこの規模でやるとね、まあこう、あ、そう、これもし松竹東急系とかかつてのねシネコン、で500巻とかやったらもうまたとんでもないことになって、だから日本映画はダメだ、デビルマンの再来とか言われちゃうかもしれないけどさ、そうはならないよね。これはちゃんと公開規模も決まってるし、まあある程度そういうのを目的に見に行ってる人なんで、まあその企みをやっぱり分からない人はいないと思うんだよね。でもやっぱあちゃらかについていけないっていうのはいると思うんだけど、これは確実にいると思うんだけど、なかなかでもおっしゃる通り、まあ私はだから監督がやりたいことと作り上げられたものがすごくマッチングしてて。で多分これ分かる人には伝わる、まあそれでいいと思って作られたのかな、僕結構感動しましたそうなんですね、なるほど。まあずっぱまりではないけど、結構意外なものを、僕はだからやっぱ結構あちゃらか系の映画なのかなと思ってたのよ。そう見えますもんね。それでなんか2人の、まあそのいくつになってもね、ちゃんとならない大人がやりっぱなしのね、でその2人がその一つの旅をやることによって、ある種なんか人生のね、まあ、それでもなんか開き直って生きてこうぜみたいな、そういう映画かなと思ったら、いきなりあちゃらかが始まって、あ、そっち系かと思ったら、いやいやそうでもなさそうだぞっていうところから、最後の端を外すとこまで見事に映画に載せられましたよ。すごかったよね。T さんいかがでしたか？いや面白かったんですけど、私最初見てて、その畑のラッパーさん、ラッパーが出てくるところで「おー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 」って思うと、なんかちょっとなんだろう、アニメーションみたいなのもこう入ってきてるんですけど、あ、こういう感じで進んでいくのねと思い、ちょっと不安になりつつ見てて、でも変な居酒屋さんとかに入ってたりしたところらへんから2人のリアクションとかも面白くて、結構入っていって、でちょっとこう感動というか。いいお話とかも絡めてあって、あ、楽しかったと思って最後まで見たんですけど、でなんかこの前作「鶏下」が気になったんで、これ見てみたんですけど、見たの？なんかこれとは全く違う話で作り直してるんで、死んだ役のもう生き返ってるんですよ。なんかもう全然違う役なんですけど、キャストの方は同じで全員出ていて、で結構前作の方がいろいろなんだろう、こっちは本当にロードムービーなんでいろんな人がこうどんどん出てくるじゃないですか。でも前作はもうちょっと話が一連していて、でも作りはこういう感じでめちゃくちゃなんだけど、泣かせるというか、いいちょっと感動も入れ込んでる感じで、結構私この1作目も良かったなって思ったの。今の聞いてなんかちょっと見たくなったね。でも俺はスクリーンじゃないと見ない。そうですよね。結構舞台挨拶でもその演者の方と監督も皆さんチーム感がすごくて、そうだろうね。なんかこう、そうなんですよ。なんかそれがだから井浦さんとかも結構語ってらっしゃって長めにお話しされたりしたんで、あ、結構熱が入ってる皆さんで作られた映画なんだなって思って、それもいいなって思いましたね。いや、これはだからこの見事な映画作るとみんなやっぱり達成感もあると思うんだよね、その舞台挨拶に向けて。だってこれやっぱりこうほくそび見ながら舞台挨拶出るじゃん、これは作った方が楽しいだろうな。ですよね、それが伝わりました。ただやっぱ企画のスタートはね、コロナで結構もう現場が飛びまくってて、それで井浦さんと成田さんと監督3人でなんか会う機会があって、それで。いや、ニワトリもう一回やろうかみたいな話になったらしいんですよね。そうなんだ。だから結構まあひょうたんから駒的な、やっぱりコロナでやるんだったら、まあみんなにエネルギーを、与えたいみたいな、そういうことでお作りになったみたいですね。よくできてると思うよ、この映画は。まあちょっとなんていうのかな、実習映画的なね、単館映画的なノリが苦手な人はちょっと無理かもわかんないけど、そういうのが好きな人にはドハマりするんじゃないかと。僕は結構ハマりましたね。埼玉のラッパーとかにもちょっと近いんですか？あ、近いかもしれないね。アプローチは全然違うけど、地平を描いて、そこに向かってその自分たちの世界観で描こうっていうアプローチは近いんじゃないかな。でわちゃわちゃなこともやりつつ、やりたいことは一本決まってる。あとしかもその見ている人のバックグラウンドに差し込むような、ある種の感動みたいなものを生むっていうのは似てると思うね。確かにね。となると金田監督もなんかね、もっと、いや、これ見る限り結構才能あると思うですよね。いろんな違う映画も作っていただいて見てみたいですね。いや面白かった、びっくりした。いや言っちゃうけど、またなんか上から目線で申し訳ない、もっとくだらない映画かと。はいはいはい。じゃあそういうイメージでなんか外形的には宣伝とかチラシも見えますもんね。いやでも本当に企みがしっかりとチラシもね、表1はそうロードムービーみたいなんだけど、その表4がね、これもいわゆるその汚いチラシをわざとやって、あとまあ来場者プレゼントでね、僕ももらったそうコミックがね、結構これお金かかってるなと思って、なんかおもてなしがすごいよね。そうそう、だからまあ配給がねイオンさんなんで、まあイオンさん系列とかでは配られたりしてるんでしょうけど、びっくりしたね。ちょっとこのニワトリフェニックスはまさか T さんが前作見てるとも思わなかった。そっちもすごいびっくりしたけどね。まあ結構委員会もねしっかりしたまあ大手さんも入ってるんで、まあやっぱ役者がいいよね。確かにね、もうやっぱり役者がちゃんとさ演じてくれるとね、あちゃらかみたいにやってるように見えるけど、やっぱりきちんと構成されてるからね、見ててさあやっちゃったっていうふうにはならないじゃん。しかも2人とも真っ裸に見える体でやっぱりやってるしさ、わざとらしいモザイクとか入れてね、ああいうのはおかしいよねやっぱりね。だからね、自分はちょっとその三池崇史さんの五図はちょっと近いなと思って、まあ確かに近いかもね。ヤクザのロードムービーみたいな話だから、わかるわかる。しかも日野翔平さんも両方とも出てるから、日野翔平やっぱり年取っていい役者になったなと思うよね。もう自転車で全国旅してる場合じゃないよ。そうだよね、まあしょうがないよね。あれも番組でしょだって。そうです、しょうがないです、それは。いや面白かったな、だからこれ。ぜひまたこういうの見てみたいな。こう言っちゃ失礼ですけど、拾い物の一本というかね、ちょっとやっぱり想定してたものと、これはさすがの佐藤さんも予想できない、全く予想しない落とし方で、いやびっくりしちゃったな。ということで俺もまだまだ擦れてないなと思っちゃった。擦れまくってるかなとね。そう、自分でもそう思ってたんだけど、完全にカナタウルフさんにやられてしまいましたね。ということで本日はニワトリフェニックスについて語ってました。なかなか面白い日本映画を見続けてる人にはぜひぜひ、役者さんもね皆さん素晴らしいし、ちょっとあっと思っちゃうね。いや新君もやっぱいい俳優になったなと思うよね、これが見てると。いつもねクズのお父さん結構やってるんだけど、いやうまいよねやっぱり。よろしければチャンネル登録やコメント等いただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。